セントルーシー軍は、アメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島南部、大西洋岸に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は27万7789人で、あり、2000年の19万2695人から44.2%増加した。軍庁所在地は、ポートピアース市であり、同軍で、人口最大の都市は、ポートセントルーシー市である。 セントルーシー軍は、ポートセントルーシー大都市圏に属している。セントルーシー軍となった地域には狩猟採集型のアイス部族が住んでおり、その領土はセントジョンズ川の南からセントルーシー入り江にまで及んでいた。スペインが母国に富を運ぶ時に強力なメキシコ暗流を生かすために、大西洋岸に並行して航行したので、スペイン人探検家たちがしばしば気象の荒い部族に、 遭遇していたこの地域は、スペイン人によって、リオデアイスや、サンタルチアなど様々な名称で呼ばれていた。サンタルチアという名前は、さらに南に16世紀後半に、スペインが作った短名の砦に付けられた名前だった。1715年、スペインの宝船船体がこの地域の海で沈んだという伝説があり、この地域をトレジャー海岸と呼ぶことになった。 19世紀初期、スペイン政府はこの地域に、いくつかの土地特許を発行しており、その一つが、開拓者、ジェームズ・ハッチンソンに与えられた。この特許は、広さ2000エーカーに及ぶものであり、今日海岸のバリア島がハッチンソン島と呼ばれている。1800年代半ば、セミノオール族インディアンと逃亡奴隷が、事実上無人の地域に逃げ場所を求めた。1837年には、 第二次セミノール戦争が起こった。同年12月、ベンジャミン K ピアース中佐の指揮する兵士集団がインディアン川を下って砦を設立し、ピアース砦と名付けた。現在セントルーシー軍の軍長所在地は、ホートピアースと呼ばれている。1841年、アメリカ合衆国政府が武装占領法のもとに、この地域に進んで入植しようという、 アメリカ人開拓者に土地特許の発行を始めた。これら土地特許のいくつかは現在のセントルーシー軍域に入っていた。1851年の第三次セミノール戦争によって今日のセントルーシービレッジとなっている地域にカプロントリデという地域では2番目のアメリカ軍トリデが作られることになった。この時点から開拓者たちが健康と 経済的な理由から南に下ってくるようになり、次第に人口が増加していった。1890年代には、フラグラー鉄道が延伸されてきた。19世紀末の主要産業は、パイナップル栽培、漁業、海産物加工及び牛の牧畜だった。柑橘類が主要産品になったのは1900年代初期になってからだった。ホートピアースは1901年に法人化された。 1905年までこの地域はブレバード軍に属していた。ただし、1844年から1855年までセントルーシー軍と呼ばれていたことがあった。1905年夏、ブレバード軍南部からセントルーシー軍が設立され、軍庁所在地をホートピアースとした。当時軍内の開拓地としては、ジェンセン、イーデン、アンクノナ、ウォルトン、エルドレッド、ホワイトシティ、 バイキング、セントルーシー、オスロ、ベーロ、クエイ、セバスチャンなどがあった。1925年、軍領域の北部からインディアンリバー軍が設立され、南東部からはマーティン軍が作られた。マーティン軍はパームビーチ軍の北部も合わせた。セントルーシー軍の西部は1917年にオキーチョビー軍設立のために分割されていた。1920年代にはインドリオや、 サンルーシーなどで土地投機が進み開発が計画されたが、1929年に世界恐慌が始まって挫折した。第二次世界大戦の時、アメリカ海軍水陸両用訓練基地がホートピアースの南北のハッチンソン島に設立された。その運営中には14万人以上の兵士がこの基地で訓練を受けた。戦後、この地域に急激な人口増加が起こったが、 その中にはこの基地で訓練を受けた兵士とその家族が混じっていた。1958年、マックルブラザーズの子会社であるジェネラルデベロップメント・コーポレーションが新しい街を作るために、軍南部セントルーシーカー沿いの土地数万円以下を購入した。カビで人目を引く広告によって、国内北東部から数多い退職者や家族を引きつけ、後のポートセントルーシーの街の基盤ができた。 20世紀後半の建設ブームにより、セントルーシーウエストや新しい計画都市のトラディションなど、ポートセントルーシー市の西や南の地域に街ができた。21世紀初期、2004年には大型ハリ庭園に襲われ、2008年には住宅バブルが弾けて経済不況となるなど試練の時代になった。2005年、セントルーシー軍は創設100周年を祝った。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は688.08平方マイルであり、このうち陸地572.45平方マイル、水域は115.63平方マイルで、水域率は16.80%である。水域の大半は大西洋である。軍内にはセントルーシー交通計画機構がある。この組織は、 連邦政府が委任して資金手当てした交通政策立案組織である大都市圏計画機構の一つであり、セントルーシー軍の交通計画、実行計画作り、州と連邦政府の交通基金の資金手当てを任務にしている。選出された役人、セントルーシー軍教育委員会の代表、カウンシルオムエイジング・オブ・セントルーシーの一部門であるコミュニティトランシットの代表で構成される。 セントルーシー交通計画機構理事会が管理している。1990年代にリマンド対応バスのサービスが開始されたが、軍内のみでのサービスだった。間もなく定期便運行に拡張された。2002年6月3日、フロリダ州交通省がマーティン軍への拡大資金を認め、トレジャー海岸コネクターとなった。 主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ポートピアース市郡庁所在地、ポートセントルーシー市セントルーシー、村セントルーシー郡選挙管理官のウェブサイトによれば、2012年10月1日時点の登録有権者数は173,304人であり、内訳は民主党74,281人。 共和党55,755人、無党派36,517人、その他6,751人となっている。軍内の公共教育は、セントルーシー軍公共教育学区が管轄している。高等教育機関としては次のものがある。ありがとうございます。